昭和29年台風第12号は、1954年9月に発生し、九州を襲った台風である。ジューン台風とも呼ばれる。進路図1954年9月5日、マリアナ諸島の東海上で、台風12号が発生し、国際名、ジューンと名付けられた。12号は、急速に勢力を強めながら精神した後、北西に進路を変え、11日に、 沖縄の南大東島に接近し、13日には薬島の西を北上して、15時頃に鹿児島県枕崎市の東に上陸した。12号は台風の目も大きく、その直径は最大で200キロメートルに及んだ。その後は九州を縦断し、14日0時頃には山口県下関市付近を通過、1時には日本海へ抜け、夜には ソ連沿海地方に再上陸した。1954年の12番目に発生した台風という意味で台風12号とされているが、事後解析により、この年の台風2号と台風10号は台風の勢力に達していなかったとされて、台風のリストから外されているため、実質は台風10号である。台風の影響で西日本の各地では、 秒速20メートル以上の強風が吹き、九州から北陸地方にかけて最大瞬間風速秒速30メートル以上を記録した。また、九州、四国、紀伊半島で大雨となり、宮崎県都城市で679.6ミリメートル、愛媛県宇和島市で316.7ミリメートルの期間降水量を観測。被害は、 九州から関東地方にまで広がったが、特に被害が大きかったのは宮崎県、大分県、熊本県など九州の各県であり、宮崎県内だけでも崖崩れや地滑りなどで計67人の死亡が確認された。この台風によって死者107人、行方不明者37人、負傷者311人の人的被害が出たほか、住家への被害は、 前回2162棟、半会5749棟、床上浸水45040棟、床下浸水136756棟となった。昭和29年の十雲台風、四国災害アーカイブス、www.shikoku-saigai.com2020、ok、年4月9日閲覧、abcde 台風第12号昭和29年9月10日から9月14日。www.data.jma.go.jp2020 年4月6日閲覧。デジタル台風、台風195,412号、総合情報。2020年4月6日閲覧。デジタル台風、台風195,412号詳細経路、情報。 アゴラ .x.2.ac.jp 2020年4月6日閲覧昭和26から35年徳島県2020年4月6日閲覧豪雨災害宮崎県2020年4月6日閲覧ありがとうございます